ロングのスクリーンを使って左のコーナーに山口、右には寺園、強引に打っていきました。さすが決めてきますね。藤原ルックスです。ドンです。巧みなムーブから点にしました。そこら辺も高いところ入れました。ブルックス外に飛ばして中野が外から打ってきました。スリー、いや中野選手今の寺園2人で崩してきました。コンビネーション、まあ、ドライブが多い感じはするんですけどね。そうですね、ワンがつきます。高さはミスマッチ。ロング外に飛ばして中野、息を整えて打ちました。また来ましたね、はい、中野今日2本目のスリーポイントとなります。7分の3 42% とスリーポイントの確率では秋田を上回っています。シュートは打てない。さあ寺園スピードを見せて自分で挑んでブロックしました。ここでフォローがありました。この場面ここでその前に抜けていた外国籍選手を少しでも休めさせてところで、あ、はい、うまく手にしました。北海道、はい、橋本今日初得点ですね。さあ大浦リバウンドはアイバーソン、お強い。簡単にはシュートをやっぱり打たせてもらえないということ で、 そうです、ね、ちょっと当たりましたね。寺園スピードがあります。寺園合わせアリウープパスからのダンク。いい枠です。さあ今日この長谷川は当たっているんです。そうですね、さあここ早いですね。うわ寺園早い、手にしました。お見事寺園。まあ秋田としてはこれディフェンスの強度を落とさないための交代かもしれないですね、はい、あポストにズバッと入れて点にしました、はい、ワンです。奪いました福沢ら。秋田の戻りが早い。橋本のスリー来ました。橋本選手の話しているのが良かったと思いますね、はい、秋田を11点差まで追い上げているのが北海道です。この中山のこの果敢な、さあ北海道、まあ、ここでまた追い上げムードが来ています、はい、橋本から葛原がこれで点に来ない。そしてロングのフォロー、来ましたね、連続ポイントになりましたね北海道。さあ葛原から葛原自分でバウンドパス、ションロングにつながってションロングバスケットカウント。いい、秋田を追い詰めてきますね。そしてアレックス・デイビス5ファールでファウルアウトとなり、パスにしました、うん、アイバーソンも今日伸ばしていったんですが、ロングバウンドパスで持ってミラーのバスケットカウント。ボックスに行ったんですけれども、はい、ものともしないで、そうですね、はい、バスケットカウントになりましたね。試合時間残り16秒8。おお来ました ね、狙ってきました。北海道秋田タイムアウトを取りました。ヘッドコーチの策がドンピシャですね、采配ズバリ的中、はい、北海道佐古健一ヘッドコーチ。さあ残り10秒を切りました。橋本さあどうする、ブルックスに預けてブルックスのディープスリー来た、来ました、77対75、2点差まで追い上げます北海道。試合時間残り5秒。さあここで葛原がファール、場合によってはスリーポイントを決める可能性が、2本とも沈めました。これで79対75、残り3秒5、入れます北海道。さあブルックス前を見ます。ブルックスこの位置から強引に打ってきました、エアボール。ここで試合終了です。手に汗握る接戦でした。